漫画の中には誰もが驚いた衝撃の最終回が存在すると言われているのをご存知でしょうか。ということで今回はそんな最終回で終わったと言われている悠々白書、ブラックジャック、銀魂の3作品を紹介したいと思います。それぞれ衝撃の背景がございますので、ぜひ最後までお楽しみください。また今回は作品のネタバレを含んでいきますので、あらかじめご了承ください。それではいきます。悠々白書。悠々白書は1990年から1994年までの約4年間週刊少年ジャンプにて連載された富樫先生の作品です。この作品は主人公が死亡するところから物語が始まる独特な始まり方で、そこから生き返る試練を受けることになる主人公のユウスケとその仲間たちの活躍を描いたストーリーです。悠白はジャンプで大人気の漫画だったんですが、最終回はかなり衝撃的な終わり方だったと言われています。では一体どのような最終回だったのでしょうか。作中終盤では魔界統一トーナメントという長編ストーリーに突入して、ユウスケたちはその大会で優勝を目指すことになります。しかしこっからかなりはしょり気味で進んでしまい、ユウスケたちはトーナメントに敗れ、最終的に優勝者が決まって人間界に戻ることになります。その後大会優勝者の願いによって人間界に迷惑をかけないことが約束され、妖怪からの悪さが人間界に及ぶことはなくなり、世界は平穏を取り戻します。そんな中で霊界でテロが発生して、ユウスケは仲間たちとテロ組織を殲滅することになります。ここでの敵はあんまり大したことはなかったんですが、敵の仕掛けた爆弾によって霊界と人間界は滅亡の危機に陥ってしまいます。そこでユウスケは3色のボタンの選択を迫られます。失敗すれば人間界に向けられた異次元砲が発射されるというプレッシャーの中で、ユウスケは青色のボタンを選択し、見事危機を回避して最後は水辺で最終回を迎えることになります。ではなぜこの最終回の流れが批判を浴びているのかというと、それはストーリーの展開が早すぎたことにあります。魔界統一トーナメントの描写はかなり省略されて、強敵であるヨミとのバトルも2話で終了し、あっさり話が終わりに向かっていきます。このトーナメントの描写の省略やヨミとの戦いの不完全燃焼感などがあって批判を浴びてしまう結果となりました。当時は雑すぎる終わり方に批判的な評価が多かったようですが、これには理由がありました。その理由は作者である富樫先生の都合にあります。これらは富樫先生が連載終了後に出版した同人誌で明らかになりました。富樫先生は当時のことに関して、体の都合上、漫画に対する考え、仕事以外の欲求、これらの事情があって編集部に頼み込む形で連載が終了したことが明らかになっています。1点目の体の都合に関しては、徹夜で仕事をする機会もあったらしく、心臓に痛みが走る状態で過労死も頭をよぎっていたとコメントしていました。次に2点目の漫画に対する考えに関してですが、締め切りがタイトな週刊連載なのに原稿を全部一人で仕上げたいという欲求が生まれたとコメントしていました。なのでおそらく絵に対するこだわりがあったのだと思われます。そして3点目の仕事以外の欲求に関しては、自己満足のための漫画を追求したくなってしまったと話していました。要は本来はキャラクターを壊したかったと語られていて、読者の反響に左右される少年漫画のあり方に限界を感じられていたみたいです。こういった背景があって誘白は終わったとされています。ネットでは物足りないという声もあるんですが、だらだら続けるよりあそこで終わる方が良かった、いや続編に期待などなど、最終的に肯定的なコメントも多く存在します。大人気漫画である悠々白書は終わってしまいましたが、今はハンターハンターもありますので、今後の動向が気になるところですよね。ブラックジャック。ブラックジャックは1973年から1978年まで週刊少年チャンピオンに連載された後に、不定期で1983年まで連載された手塚治虫先生の作品です。無免許でありながら天才的な外科手術の腕を持ち、世界中にその名を知られる天才外科医ブラックジャック。さまざまな事情を抱えた人たちがブラックジャックに大金を持って彼に手術を依頼することで展開される基本1話完結の医療漫画です。確か2004年頃の月曜の7時からアニメもしていたので、僕は学校が始まる嫌な月曜日の後のブラックジャックがとても好きでしたね。実はこのブラックジャック短編ストーリーの形式なので、明確な最終回はないと言われています。しかし連載中の話で最終回っぽい話は存在します。それが人生という名の SL という話です。この話ではブラックジャックはなぜか SL に一人で乗っています。この話はブラックジャックが乗っている SL が人生を表していて、これまで出会った人たちと再会して話をするというストーリーになっています。まずは車掌のおじさん。このおじさんは仙台と新宿でブラックジャックがあったスリのひげ親父でした。その次に会ったのは初めて相思相愛だったキサラギでした。キサラギは自分が繊維を選んで幸せであったことや自分の気持ちを改めて伝えて去っていきます。このように SL の中でブラックジャックは自分にゆかりのある人たちと出会い、自分の人生を振り返っていきます。
そして最後に登場したのが助手のピノコでした。ピノコはこの時21歳の姿で描かれていました。そしてブラックジャックとピノコは話をした後に一緒に患者の待つ手術室に向かいます。そこでブラックジャックは目を覚まします。そうです、最終回はブラックジャックの夢落ちで幕を閉じるんです。まさかの夢落ちって感じですよね。しかし実はこの後にも単行本未収録でブラックジャックが収録された本があるんです。それがミッドナイトと呼ばれる作品のブラックジャック編です。ミッドナイトの主人公であるミト深夜は暴走族のリーダーでした。しかし車の事故で初恋の人が植物人間になってしまいます。その初恋の人を直してもらおうと主人公が訪れたのがブラックジャックの元でした。そして彼が彼女の手術代を稼ぐためにミトはタクシーの運転手になるというお話です。この話がブラックジャックの最終回の後に描かれたブラックジャックのストーリーで、単行本にも掲載されていなかったことから幻の最終回と呼ばれています。ネットの反応ではなんでミッドナイトの話が載ってないの、いや知る人ぞ知る最終回などなど、手塚治虫先生原作のコラボとあってかなり人気が高いみたいです。こんな感じでもしかすると作者的には最後ブラックジャックが今後もいろんな人と出会っていろんな患者を救っていくという意志の表れだったのかもしれません。ここに関しては詳しい方がいればぜひ教えていただけると幸いです。銀魂は週刊少年ジャンプで2004年から2018年まで連載された空師先生の大人気漫画です。江戸でよろず屋を営む3人組、坂田銀時、志村新八、神楽が店に来る客の依頼をこなすギャグコメディ漫画です。基本は1話完結のギャグコメディなんですが、長編回ではシリアスな描写も多くて、かっこいい戦闘シーンなんかも登場します。またパロディが多い作品としても有名で、いろんな作品と勝手にコラボしたりするので、偉い人に送られてきたのが有名な作品でもあります。銀魂の終盤は将軍暗殺編と呼ばれる長編からスタートします。これまでのギャグ回とは違いシリアスな雰囲気の多くなる銀魂。しかしそれでもギャグコメディというジャンルを忘れず、しっかり笑える箇所もありながら最終決戦に向かっていきます。銀魂は2016年に最終章に突入しましたが、2018年になってもまだまだクライマックスは続きます。この時ファンはそれならそれでこのまま終わらないでほしいとか、終わる終わる詐欺とか散々言われていました。しかしそんな状況の中、ついに終わりが来ます。週刊少年ジャンプ2018年38号に重大発表ありという告知がありました。それが最終回まで残り5話の告知でした。この時についに最終回へ向けたカウントダウンが始まりました。しかしこの時ゴリラとゴリラの結婚式の話だったので、どうやって残り4話で終わらせるんだ、いやこんなまた終わる終わる詐欺に決まってるわとファンからは散々言われていました。そして4週後ついに最終回が掲載されます。その中の最後のコマで主人公である銀さんが、俺たちの戦いはジャンプギガからだと言って幕を閉じ、物語の続きはジャンプギガに掲載されることがわかります。つまり銀魂の最終回は最終話ではなかったんです。しかもその後ギガの方でもいろんな経緯があってまたしっかり終わることができなかったんです。さらにその後銀魂専用アプリに完結編を掲載という前代未聞の対応でようやく完結することになります。つまり雑誌の遺跡についていって専用アプリをダウンロードするまでした熱心なファンだけがリアルタイムで連載の結末を見ることができたんです。これに追いついていた人はマジですごいと思います。ただ今は幻の最終回は銀魂77巻で読むことができるので安心してください。これに対してネットの反応は、銀魂らしい、いや銀魂と言ったら終わるある詐欺だよねといった炎上したものの、銀魂に終わってほしくないという意見が多かったり、なんとも銀魂らしい最後だと笑っている人も多かったようです。まあ銀魂はアニメでも何度か偽の最終回をしていたりして読者でもおなじみでした。なので個人的には偽の最終回をして許される作品は銀魂ぐらいなんじゃないかと思ってます。はい、こんな感じで最終回にもいろんな最終回があって、それぞれ作品の特徴が出ていることがわかりますよね。他にも変わった最終回を迎えた作品など知っている方がいればぜひコメントで教えてください。ということでチャンネル登録はお待ちしますので、よかったら他の動画も見ていただけると幸いです。以上翔平でした。次の動画でお会いしましょう。